はい、皆さんこんにちは。ピアノ屋 .com の石山です。グランドピアノの豆知識ということで、もう皆さんご存知とは思うんですが、一応念のために、豆知識として一つお話しておきたいことがあります。グランドピアノって弦が交差してるんですよ。こういうふうに斜めに交差してる。なんでっていうことですよね。まあアップライトピアノもね、実は交差してるんですが、じゃあなぜ交差させるのかという意味をちょっと見ながらご説明したいと思いますね。今日ここでテーマで使うのはRX-A です。これです。ピアノですよ。このピアノめちゃくちゃ音がいい。シゲルカワイ以上かもしれませんよ、ね。まあ、生産台数が少なかったのでめったに手に入らないですが、嬉しくなってこのピアノで撮影しています。見てください、これ低音側交差してます。こっちの弦がこっち、こっちの弦がこう。だからまあ張るのが大変なんですけどね、この辺が切れたらですね。じゃあなぜ交差してあるかというと、実はピアノの歴史でいうと、もともとですね、弦はまっすぐだったんですよ。平行弦、全部まっすぐに張ってあったんです。ところがまっすぐに張ると長く張れないんですよね。斜めにすることで弦を長く張ることができる。なぜ長く張りたいのかということですが、長い方が音がいいんです。だからグランドピアノは音がいい。アップライトピアノよりも横に長く弦を張ることができるので、だから音がいい。フルコンサートグランドなんてもっと長いですよ。こんなとこまでありますからね、すごい長いです。それだけパワーも出ますし、まあ、音に余裕があるっていうことですね。ダイナミックレンジも広いですし、やっぱり音の伸びとか、そういう意味では、まあ、ずしーんとした低音が、特に低音ですけどね、高音側はそんなに長さ変わりません。フルコンサートグランドもそんなに変わらないんですが、やっぱり低音弦を長く張るには交差させた方が効率がいいということですね。1800年代の古いピアノは平行弦のもの、ベッシャンとかねありますけれども、まあ、その頃ですね、技術の発達によってバイクが走ってます、寒いのに。21世紀になって今日はですね、最高に京都は氷点下 4. 何度ということでね、最高記録を更新したって、昨日1月9日、2021年1月9日ですが、関係ありませんが、この寒い中でバイクで走ってありますね、音出して。ということで話を戻しますが、長く弦を張るということはそれだけ、音が美しくなる、綺麗になる、パワーが出るということで、あえてこういう交差をさせてあるということを知っててくださいね。まあ、ピアノの豆知識としてお役に立てれば幸いです。それではさよなら。